なんかこう久々に野外のこのステージに立つとスピード時代も思い出しますが、今日はね皆さんにこのパラ e スポーツというものを知っていただきたいという思いで、今日は応援団の一人として駆けつけさせていただきました。今日は障害のある方々も一緒に登壇しています。障害というものは一つの個性です。その個性特性を認め合える社会づくりに向けて、今国としてもこの e スポーツという議員連盟などを作ってですね、さまざまな課題解決に取り組んでいます。ぜひ障害があっても自分のこの可能性というもの諦めずに、この e スポーツを通してそういった挑戦をしていただきたいなと思っています。皆さん応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。